長期投資関係のご相談なんですよね。詐欺に騙されたって方がいらっしゃいます。で、これは僕のコンサル生さんに今なっている方なんですけども、コンサルを受けられる前にですね、大きく騙されてしまったと、まあ、2200万円ですかね、取られてしまった方で、あと、まあ、手口とかビットコインの詐欺についても知りたいということなんですけど、まあ、僕、ビットコインとかは、まあ、信用はしてないんですよね、今のところ少なくとも。で、もちろんブロックチェーン技術というのはこれからも応用されていくと思うんですけども、投資対象としてはお勧めは全然してません。まあ、知識として知っておくのはいいかなと。最先端の知識として知っておくのはいいかなと思います。ただ、やっぱり仮想通貨とか暗号資産への投資はちょっと下げた方がいいのかなと。手口としてはですね、やっぱりどう考えてもあなたのところに来るはずのない話が来てしまうと。まあ、年利50%とかですね、のリターンとかですね、月利で返せますとか、その辺はもう本当に気をつけた方がいいのかなと。あと、最初は少しお金を返してくれるとか、そういうのもよくあるパターンですよ。気をつけましょう。